こんにちは、カイチです。キングダムニューランツやっていきます。お帰りなさい。ということで、まあおそらく最終章でしょう。全滅するかクリアするか、どうかこれを乗り越えたら結構勝ち目はあると思ってるんですけど、いやすごいですよね。なんかもう途中までは絶対無理だと思って諦めてたんですけど、ここまで来るとは思わなかったです。ちょっとこっち側に来てほしいけど、向こう行っちゃったかな。向こうに行ってるのならもうこっち出発させます。木の外まで来るんだ。あ、来ないね。よしよしよし。じゃあもう、特攻だ、特攻。特攻。大工さんは一人で来てね。二人はダメだよ。行ってこい。お、聞こえる聞こえる。うわ、しまったこれはね、ラクズさんね、しまった。この子たちは結構いい仕事しそうだな。よいしょ、しまった。お金が、秘書さんはいないよね、多分ね。まあ、こういう時出てこないんだよな。おうおう、よし、入って入って。いて、よし、よし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 、よし。いい子だ。よし、ちょっとマジでお金がいる。ちょっとなんで全滅したよね。オッケー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 。いや、いいよ。もうね、こっから出発させる。あし、ダメかダメだ。矢を撃つ人たちがいない。持ち逃げ？秘書さん。ああ、夜になったからか。で、この人たち、そう。狩人移動にして。で、出発だよ、出発。もう出発。ああ違う、もうまあいいけど、さあ右の岸についてくんだ。みんなちょうだいちょうだい、利息たんまりつけてくれよ。よし、行こう。3部隊行けば大丈夫だろう。出発しないんだ君は。左端はどうなった。お、食べて食べて。お、すごい楽勝っぽい。いけるんじゃない？左足壊したよね、多分ね。ここだけじゃない残り。行け。壊せ。
壊してしまえ。これ、おお、壊れた。やったー。あー、いや大変だったー。やりましたね。スカルアイランドクリアです。いやー難しかったー。もう完全に途中諦めてましたけどね。で、あの諦めたタイミングで、まあ、マップのその配置とかを、のメマを見ながら、どうやったらとりあえずは、ちょっとは、こう、マシにやれるかな、みたいなのを考えて、で、とりあえず人を増やさなきゃな。で、増やすために、損失を防がなきゃなっていうので、弓の図を、まあ、左右にも、端っこと端っこに分かれてたって言うんで、あれをこまめに入れるってことと、もうしょうがないんで、左右のキャンプ、もう行くしかないんで、こまめに行って、で、増やす。それを続けるってことしかできなかったですね。で、それを時短するために、あのワープですね。あれを、ちゃんと設定して、この足の遅いクマでも、まあ、ちょっとでも移動を早くできるように左右にこう行けるようにして、で片方に偏らせるとあのワープ使える回数がこう偏っちゃうんで、均等になるようにっていうのを意識したぐらいかな。まあ、あとはちゃんと両端にカタパルトを用意したりとか。どうなんでしょうね。まあ、もっと上手にやれてる方は多分たくさんいると思います。どうなんだろう、クマでやるのは難易度が低いのか高いのか、どっちなんでしょうね。逆に今度は違う、ピクショあ、これ動くのかな。あ、マップになっちゃった。まあ逆に今度は違う動物でクリアするっていうのを目指してもいいですし。まあでもとりあえず動画としてもあのシリーズものとして完結できたんで、まああとはちょくちょくマイペースにやりたい時に遊べればいいかなみたいなのとか、あとはそうですね、ちょっとダラダラーっと収録するためにライブストリームでやってみたりとかしてみたいなとは思っています。まあ再生数的にはそんなにないシリーズではあったんですけど、もしかしたら全部見ていただいているっていう方も見えるかな、いたりするのかななんて思うので、本当にそういう方はありがとうございます。ちょっとでも楽しんでいただけたらとても嬉しく思います。はい、ということで無事スカルアイランドを制覇できましたということで完結したいと思います。ご視聴ありがとうございました。